今日はですね、那須登山に来てます、非常にですねこんな感じで、ものすごくいい天気です。ちなみにここは、ロープウェイの、山麓駅ですね。要は登る方の駅ですね。今日はロープウェイは使わないで、下からですね歩いていきたいと思います。いや結構きついよこれは。最初はねこんな感じで、舗装ってんじゃないけど石畳で、登りやすいコースです。ここは峠の茶屋ですね。ちょっとね時間が早い。今なんだ7時50分、早いんでまだやってません。この峠の茶屋のとこまで、まあ、車はねこんな感じで来れるようです。ちょうど朝日の山頂が見えてます。おはようございます。登山カードお願いします。はい、おはようございます。出勤。はい。入ります。はい。じゃあ今から那須に入ります。山の神。ここら辺はまだ整備されてる方ですね。はい、結構きつい登り。いや結構地味に効いてる。どんどん高度を上げていくに従って、本当の登山道のような、こんな、素敵な道に変化しています。こっちはですね早くも酸素不足が如実に足取りに現れてきてます。峰の茶屋までそうだなと30分ぐらいこんな感じで歩くようですね。朝日がですね、山頂が見えてますね。今日は本当に雲一つない絶好の登山日和です。素晴らしい。正面のあの山がチャウスですね。こっちの方がロープウェイ駅で、チャウスからずっと来てあれが剣ヶ峰、剣ヶ峰で剣ヶ峰を降りてずっとあの尾根ですね。うん、見えるでしょ、あの尾根を這い登ってますけど、一人見えますね、二人か。であの頂上が朝日、小屋が見えるでしょう。あれがあのあそこに今向かってるわけ。あれが峰が峰の茶屋が茶屋だったんだけど、今あの避難小屋になっちゃった。あそこに向かってきます。お、朝日岳をバックに。今ですね8時43分出発してですね1時間と5分ぐらいですかね、経ってます。
峰の茶屋がもうすぐそこに見えてきました。あと 400-500m ですかね。チャウスも本当に、頭の真上の方に迫ってまいりました。ここは相変わらず稜線なんですが、結構高い崖のところに今突っ立ってます。やっとね、安全地帯に着きましたね。ちょっと風がね、あんまり寒いので、このソフトシェルをですね、羽織ってます。だいたい気温はですね、直射日光が当たってるので、暑く感じますけど、そうですね、今日は22、3度。ここはですね、おつこうとしてますが、峰の茶屋跡ですね。峰の茶屋跡避難小屋って言いますけど、昔はここでお茶屋さんだったんですが、今は避難小屋、緊急時の宿泊もできますけど、コースタイム以上にかかっちゃうと思うんで、怪我したいと思います。僕の方もですね、登り始めこそ非常にきつかったんですが、体が慣れてきたようで、頑張ってるんですが、
噴火口です。まあ噴火口つってももう、もう何も残ってないですけど、まあ那須はですね2000年ではないんですけど、この火山の影響で、大体1500m から上はですね、ほとんど樹木らしい樹木が生えていません。ここまで来るともう石しかありません。目の前にあるようにこういくつかですね、ケルンが作られてます。ケルンはですね石を積んだ塔ですが、まあ、塔頂の記念とかあとは誰かが亡くなったとか、まあそんな時に、山に入っている人間が記念として作ります。本当山頂まであと15分ぐらい、頑張っていきたいと思います。てかもう山頂見えてますすごい人。ではですね、山頂で、15分ぐらいかな休憩しました。時間はですね10時半ですね。ロープウェイの駅まで降りたいと思います。お、下りもなかなか景色がいいね。素晴らしいね。すごい。那須のですね、三角点の立て札です。三角点どこだ。あった。はい、これが三角点ですね。はい、いやでもねこう考えるとあそこからぐーっと登ってきてぐーってこう来てるんだけど、自分でもよく頑張ったなと。下りです。大人2枚ください皆様が登られたチャンスだけに初めての
これ。